はい、こんにちは。ついに来ました。バトルフィールド5。今回はね、コンクエスト。ノルウェーのナルビックってとこかな？で、プレイしてます。いや、ついに来ましたね。BF5。まあ、1は、バトルフィールドシリーズは私は4から入ってて、まあ、4をやって、1やって、で、このオープンベータの5なんだけど。まあ、1とね、なんかそんなに、変わんないかなっていう感じはする。ただ、アサルトライフルがあるのがやっぱでかいね。おっと？いた。頭抜いてく。うわぁ、マジか。いきなり戦車出てきた、目の前に。このね、STG44 がね、楽しいね。世界初のアサルトライフルと言われているドイツのね、武器ですね。こいつがたまんない。めっちゃ楽しい。なんかね、もう頭抜けるんだよね。もう豆みたいな敵でもね、頭抜けるのが楽しいですね。さあ、コンクエスト。まあね、バトルフィールドはね、ドミネーションばっかりやってたんだけど、今回ね、ベータテストはコンクエストしかないんでね。まあ、コンクエストをやってるわけですけどね。コンクエストあんま得意じゃないんだよね。戦車にね、一方的にやられるのが、気に食わないんだけど、もうこれはこれで面白いかな、結構。あ、いた。いたいたいた。はい、頭抜いていく。頭抜いてないか、体か。あ、誰かいるね、まだ。いない？いて。撃たれた。いるな。どこに隠れてる？これな、隠れてるとわかんねえんだよなぁ。あ、人数比で負けている。どこだ？で、今ね、なんか、何戦かプレイして、で、この STG44 にね、カスタムを施したんですね。あ、今回ね、武器使えば使うほど、なんか、ポイントが溜まって、で、なんか縦ブレを抑えたり、横ブレを抑えたりっていうね、なんか、なんだ、カスタムができるんだよね。それ今、フルカスタムした状態かな。まあ、フルっつっても、全部の特殊能力つけれるわけじゃなくて、なんか選べるんだよね。分岐があって、なんか、横ブレを抑えたり、縦ブレを抑えたり、なんかいろいろね、腰ダメ打ちを抑えたりみたいな分岐があるんだけど、多分、なんだっけ、エイムした時のブレを抑える方向で、カスタムさせたはず。あんま覚えてないんだよね。適当にやったんで。で、あと見た目だね。見た目もね、なんか布、黒い布巻く、この STG44 がかっこいいんでね。そのシリーズで。そのシリーズってまだ1個しか買ってねえのか。この前の方になんか布巻いてるじゃない？これと、あとなんか緑色のね、ペイントを施したアサルトライフルでございます。弾欲しいんだけど、弾くんないかな、この人。おっと、前方、いるか、引き返した方がいいかな。あ、死んじゃった。おっと、後ろか。今回はなんかね、すごい分体行動がね、とても大事みたいでね、もう弾も少ないんだよね。弾が、2マガジンしかなくて、でも、分隊いないと、分隊にね、弾補充係がいないとね、もう拠点の弾のとこに常駐するぐらいしかね、できなくて。継戦能力がないんだよね。なんか後ろにいたような気がするけど。いないか。気のせいか。後ろを見よっか。一応回復を取っておきたい。さて、じゃあちょっとね、L 字で奇襲をかけたいんで、C の方、上の方から狙っていこうかな。まあ、このマップね、高いところにいる方が絶対に有利なんでね、なるべく上の方から攻めていきたい。味方がもう、ああ、敵もいるな。ちょうどいい。から攻めてやる。いた。
うわぁ、倒しきれなかったか。いやぁ、あれね、2、3人的に回すとほんときついんだよなぁ、このゲーム。なんか左右移動がね、すごくとろいんでね。他の FPS と違って。撃ってるとな、カバー入られると逃げれないんだよね。本当に撃つところを撃ち始めの位置取りってすげえ大事。うわ、マジどこ？あ、下にもいたのか。カバー入られると本当きついんだよな。結構負けてるな。ちょっと F 取られてんのまずいでしょ、さすがに。よし。F 取ったら次 D かな、したら。このね、このマップはね、この海側と山側で3つずつ拠点があるんだけど、このね、アサルトライフル持ちがね、海側から山側へ渡るときは本当に注意しなきゃいけないんだよね。もう最悪も渡らないっていう選択肢もありだね。渡ってる間にね、スナイパーとかに一気にやられちゃったりするんで。海側はね、海側で攻めていった方がいいんですよね。次ほんと D 行きたいんだけど、ちょっと、あれかな。仕方ないな。味方が行っちゃったんでね、ちょっと行きましょう。ここね、ほんとにここ走るのあんま良くないです。見通しがいいんでね。簡単にスナイプされてしまう。あー、戦車いるよ。やばい。あ、ここ、こんな感じで、こんな感じでやられるんだよね。ほんとね。どうしようかな。結構負けてるぞ、これ。どうしよう。こいつから、あ、まずいか。ちょっと、時間、あ、死んだ。ここでいいか。あ、いたいたいた。いやー、この距離ちょっときついかな。当たるっちゃ当たるけど、倒しきれないんだよね。あ、味方。あ、上にいる。ま、さらに上にいる。当たんねえかも、あそこまで来た。よし、D 取ってくれてる。D 取ってくれてんだったら、その B 本当は行きたいところだけど。あ、なんかいる。あ、上にいるし。一番上にいるやん。いやー、よし、倒した。よし、そのまま、いた。味方、落ちてくれた、もしかして。ナイス。弾がもうない。人じゃないし、あれ。さあ、このまま、行こうかな。ちょっと下降りて、味方のとこに行って、弾が欲しいんだよな。あ、奥に、B のとこに弾あるんだよな、確か。いた。これやっていく。やばい。俺12発しかない。弾をくれ、誰か。あー、遠すぎるな。あんなん倒してもしょうがない。いた。当てたけど、もうない。STG が、もう使えない。ちょっと一回、戻って弾をゲットしていきましょう。ヘルスパック。よし。来た。隠れた。いや、なんか当てたけどな。もうしょうがないな、あれやっても。ちょっと待てよ、弾。もうすぐ弾なくなるんだよな、これ。もう全然持っていけない。使われか。補給行っても3マガジンしか持てないから、継戦能力がね、全然ないんだよね、今回。よし、来ました。これ、この辺のエリアね、結構得意なんだよね。この B。B
いい守るのが楽しい。おっと、後ろ？ちょっと上登ってく。さあ、上の、いた！うわ、マジか。いや、二人いたな。どうしよう、これ。近いけど、しんどくかな、これは。あんま助けてもらってもなっていう感じなんで。死んでおいて。うん、ここで復活したい。ここね、ここ最強、ほんとに。ここで、弾をゲットしていく。もう全然敵来てももう怖くないです、ここはもう。ここで、さあ、どっから出てくる。大体こっから入ってくるんだよね。いた。奥にいたけど、あんまり相手してもな。さあ、上から降りてこい。降りてこない。お？乗り物から射撃してるね。あ、ちょっと待って。あ、勝ってるか。いいね、分隊固まって。しかもメディック二人もいる。ん？奥？あ、ま、ちょ、やられた、やられた。起こして起こして。ちょっと起こしてほしいかな、これ。いける？様子見て、敵内の確認して。そこから来るのが、あ、慎重ですね。慎重なメディックさん。ありがとう。まだ、いや、向こうの方が人数が多いな。ちょっと奥。あ、ちょっと待って、今。後ろ。いた！一人やった。あれ、起こせない。いなくなった。ヘッドショットか。だって足音めっちゃ聞こえるんだけど、下取ってるでしょ、これ。確実に。起こすか。いや、めっちゃ人いる。やばいな、これ。起こして大丈夫。いた！一人やってく。おっと？めっちゃいるじゃん。そう、やばい。うわぁ、ちょっとまずい。終わった。おら、よし。まさかヘッドショット。いないな。いや、まだ敵こんなにいんのか。きついぜ、ここ。もう二人しかいないし。あ、音聞こえる。どこ？どこだ？どこだ、どこだ？ちょっと待って、いたいたいた。うわ、いっぱい来た。あ、これ壊滅したかな？あ、まだ生きてる。しのげるか。しのいでほしいな。戦闘起きなければ、よし、復活できる。よし、いいね。で、まだこんだけ敵がいると。いいね、ここめっちゃ熱いね。ちょっと下から入っていこうか。後ろから入って。いた！うわぁ、まず、テストしくったな、今の。かなり。超クソエイムしちゃったよ。これは生き返してもらわなくていいや。しんどこ。今のは良くなかった。まあ、この人の横で動こう。沸こうかな。あ、いいね、ここ。いいね。この後ろからいいね。おっと？あ、最悪だ。ここは、不利だ。ダメだね、今のは。今4位。いや、いや、死の。いや、巻き地な、いいなと思ったけど、そうでもなかったな。おー、すごい。この人めっちゃすごい。あ！殺されてる。殴られてるし。あー、でもね、4つ取ってたらな、この4つ維持するだけで勝てるからな。つっても取りたいんだよね、やっぱ B 取りたい。だけど、巻いちゃったから、まあ、指示は B に出しとこうかな。よし、一人やった。これは瀕死だな。回復して。
おっと、目の前にやってくる。雪山の向こう。あ、まずい。弾ない。弾ないっす。弾がないです。どうしようかな。やば。20発ぐらいしかない。いた。よし。倒してないしね。ハンドガン当たんねえや。ハンドガン今一応かかんないんだよな。いや、これもういいか。死ぬか。あ、でもね、いいね。CDEF 取ってて。この状態維持したいね。どっから降りようかな。どこだ、ここ。ここでいいか。さあ、ここで ?B。いいですね。こんなとこにやってきて。こんなとこに車でやってきたな。すごいね。おー、おー。全然見えんだが。全然見えんのだが。ほら。どこ撃てばいいかわからん。いた。なんか当たってる。エネミーヒットとか出てる。見えないけど当たってるぞ。降りるか。さすがに。おい。あ、敵だと思った。味方だった。あ、やばい、弾がない。ちょっと待って、弾がないな。降りようかな。下に降りた方が。さあ、リロード挟んで。弾がないんだよな。もう弾がないって常に言ってる気がする、俺。さあ、覗いて。何もいなくて。これ。あ、これで。これちょっと使いたいんだけど、出てくるでしょ。はい、出てきた。はい。出てきた。見たわ。熱っ。もう、敵だと思った。ちょっと下降りるかな。下降り、弾を補充して。お、またここ一人出てきた。いいね。どんどん来い。いた。早っ。あ、全然違うとこからやられてる。なんかいっぱい出てきたな。また味方からね。この人、任せてくれ。撃たないでくれ。あー、ちょっと待って、やられてるし。くっそー。なるほどね。まだ余裕あるか。どうしようかな。いい、取り始めてるから、死に巻きするか。もうなんかいる。C、どこにいるんだ?もうあの敵がね、わかんないんだよね。なんか今回あれなんだよ。スポットができなくてさ。Q ボタンを押してもスポットされないんだよね。なんか警察兵が、なんか4倍スコープだかわかんないけど、なんか片手に4倍スコープ持って覗いて、チェックしないと。スポットされないみたいでね。敵がどこにいるのか今一応分からん。うわ、ちょっと、あれ味方か。味方の戦車だわ。敵かと思った。いや、いるね。変なんだよな。ここからなんか、ちょっと D の敵を。D 取られてるでしょ?あ、取られてない ?D まだ。よーし、タップして、倒しぐー。結構ダメージ与えた。さあ、どうしよう。
いや、D 取りたいんだけど、こっからきついよな。そのまま A 行こうか。A の方をちょっと抑えに行くか。味方もね、A 行ってるんでね。めっちゃ撃ってる。よし。ここまで来たぞ。うわぁ、ちょっと待った。あれは、やばいな。どうしよう、これ、降りちゃったから、もう。D 行くか。あ、弾欲しい、弾。弾ゲットー。弾ゲットして、リロードして。おぉ、ちょっと待った、リロードしてんだけど。勘がいいね。案外いいですね。超覗かれてたじゃん。あ、いいね。そのまま A 攻めていく感じ。さあ、湧いていく。ん？あ、味方。あ、これ、頭だと思ったら違った。うわ、やばい。やりすぎた。ちょっとね、撃つの長いんでね、もうちょっとなんか、メリハリ持って射撃しないとダメだ。どこ？射線が？そこは。よし。よし、A 取ったんで。A を取ったんで、自陣近くでちょっと暴れてましょうか。まあね、行ければそのまま B 行きたいんだけど。おっと、なんだ？これ以上行くとあれか。敵陣か。あ、移動できないや。いた。はい、一人やってく。もう一人、やれない。322の205か。ここまで離れてたら、まあ今の戦況だと負けなさそうだな。どうしよう。ここから湧くか？ここから湧いて A 取りに行く感じだな。B、A じゃねえ、B か。ん？手前？近い？よし、乗り込め。危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょっと待って。スナイパーいるよ。ああ、これ D 取った方がいいのかな、もしかして。D、D 取ろう。あ、でもちょっと待ってね。B ほっとけないな、これ。いや、吹雪で見えないのが、なんかいいね。上にいる？あー、ちょっと待って。おー、いいのか、撮ってんのか。上行ってる。俺ここにいよう。下見たり、左見たりしておきたい。いた！はい、入ってきた。まだいるかな、これ。いない。いろいろ。一応弾を。まだいるな。奥。おっと？倒しきれない。そこ！よし。さあ、上から覗いて。いや、なんか、ここのね、攻防がなんか個人的に好きなんだよね。楽しい攻防。いた！
やばい、なんかちょっとメディック、救急パックを、くれないか。おっと、大丈夫？あ、ここに置いてある。助かるー。うわ、なんか戦車かな、これ。上にいるな。いた。一人いた。一人リロード。リロードして、弾も欲しい。よし、いいね。お、メディックも永久期間なんだけど、これ。なんだ、なんかドッグタグ取ったぞ。いいね。ここ、守ってよ。よし。よし。まだいるなぁ。ここずっといるなぁ。敵ずっといるんだけど。ずっと戦闘してる。弾もさ、回復キットもあるから、ずっと楽しんでられるんだけど、俺。さあ、どんどん来い。さあ、どっから来るんだ？降りてくるのか？はい。騒がしい。なんか奥が騒がしい。でもここ守ってよ。おっと、どこどこ？あっちか。いや、わかんない。どこにいるかわかんない。当たんない。味方が D 取ってくれてるな。 D 一応スポットしておいて、私はここを守る。降りてこないね、あんまり。一人いる？あ、人増えた。上か。赤いな。赤いけど上だな、これ。お、Bロス？Bロスした。え、ここでプレッシャーかけておきたい。よし。あ、後ろ、音めっちゃ超える。あ、下か。下か上かわかんねえよ。いやー、いるなー。いっぱいいるな。これ、いや、音めっちゃ聞こえる。来た。はい、一人。二人。三人。あ、三人目いけない。頭抜きたかったね、今の。あ、結構巻き返されてる。4つ取られて、E と F だけ。ああ、いいね、こういうの。さあ、ここで、D かな？早速、撃っていく。さあ、D 取って。どうしよう。あ、ちょっと待って、今なんか。赤点が、どこどこ？そこ？あ、味方がやってくれた。あざす。いるね。いた。ちょ、遅かった。どうしよう。まあ、死んどこうか。まあ、このペースだったら、どうだろうな。なんか、3-3ぐらいにまでして、カウント削って勝ちかな。C 取りに行こうか。ちょっと後ろの赤点が気になる。ちょっとあっち掃除しといた方がいいか。念のため。裏取りがね、めんどくさいんだよね。いいか。ちょっと回って。いた！もう一人。うわぁ、ちょっと欲張ったか。一回逃げればよかったな。マルチキルが難しいな。まだ STG44 はね、いろいろなんかアタッチメントつけてみたんだけどね。アタッチメントつか、サイトか。
なんかこのアイアンサイドが一番見やすいかな。おお、何これ、ちょっと待って、うわー、なんだこれ、今目の前が茶色になったぜ。サイトはね、もうこれ勝ちだね。あ、なんかリフレックスサイトってのを使ってみたんだけど、あれはね、ちょっとダメだね。なんか暗いんだよね。暗くなるからね、視認がしづらくて、それだったらなんか最初のアイアンサイトの方がいいかなと思って、アイアンサイトを使ってます。さあ、勝ち。お、ベストスクワットに選ばれてる。いいじゃないですか。なんか、私の持ってる STG、ちょっと、ストックの部分ないけど大丈夫。ああ、そんなこんなでね、個人マップじゃない方だね。ナルビックか。ノルウェーのマップでございます。北極圏に入るのかな。お、アサルトスコアベスト、ライフルキルズベスト。いいね。つか、うちのスクワットほぼほぼベストなんだけど、すげえ。味方強いっすね。で、なんとか1位と3位取ってる。味方で。ほう。いや、すげえな。64人と64人ってこと？はい、そんな感じです。次やっていきます。